ブルーリフレクション幻の魔王少女の剣噛んでないよ。はい、22回目でございます。前回からの続きで、今フリー期間も全てですねやり終えまして、ユリのリープも顧問の中心だった。ユリちゃんとも少しずつ仲良くなってきて、前回は丸々1回飛ばしてもいい回だったんですけどもはい、ありえないほど IQ が高い。普通とは精神構造とか思考回路が違ってもおかしくない。特殊なフラグメントが手に入るかも。報告をね、はい、しつつここで帰って、じゃあしほりちゃん、しほりちゃんとばっか帰ってんな。ちょっと違う子、かおりん、いや俺はさなえちゃんだな。さなえちゃん推しで、いやさらさちゃん、いや、うん、私頑張るね。まあ声かけちゃったからには帰るか。さなえちゃんと映画館でね、この子は何の映画が好きなのかな。面白かったね、ほっこりしちゃった、ハートフルコメディ。学校ではないなってたからずっと気になってた。ハートフルコメディは直訳すると心温まる喜劇。ああ、ひなこちゃんはどのシーンが好きだった？主人公が仲悪い子に傘を届けたシーン。ほうほう。自分が濡れてでも傘を届けるって本当は心の底で相手のことを大事に思ってる。届けるまでにコメディ要素を忘れないのも良かった。まあ、このゲームも大概ずぶ濡れに。ひなこちゃんと私の間に同じことがあったら絶対に傘を届けるっていう会話をしつつ、これでじゃあお風呂に入って、よしナイス全裸。これで次は、あ、この歌、よし、いやもう早くね、展開が気になっちゃって、かなり面白い話になってきましたね。お、第8章だ。思いの裏側、ザ・アザー、あ、読めなかった起立。さあどういう形になっていくのかな。ひなこ、サラサちゃん、サラサどうしたの。いいからちょっとついてきて。サラサちゃんがここで？どうしたの？いきなり。サラサちゃんの短い眉毛好きだわ。マオとオーディションで決め直すって聞いたけど。そうなんですよ。なんで？やりたくないの？そんなことないよ。じゃあどうして？私も西田さんもひなこにやってほしいと思ってたのに。西田さん、さなえちゃんですね。ひょっとしてまだ舞台に上がるの抵抗あるとか、膝の怪我のこととか。いや、そこまで軽い簡単な話でもないんだよね。ごめん、でも怪我の話は関係ないよ。私は今だって人魚姫の役やりたいと思ってる、心から。じゃあなんで今のまま魔王を無視して役を受けるわけにはいかないの。少なくとも私のことをちゃんと認めてもらうまでは。そうだな、魔王さんラスボスみたいになってるからな。魔王と何かあったの？あ、そうか、サラサちゃん同じクラスか。あの子のフラグメントの中で見たものについては勝手に話せないよね。わかった。とにかく負ける気はないってことね。またうじうじ悩んでるようなら葉っぱをかけてやろうと思ったけど、その調子なら大丈夫そうね。優しいじゃん、さすがサラサちゃん。サラサ、絶対勝ちなさいよ。うん、このバレエコンビいいわ。あ、アコジャーナルが更新、かくれんぼも更新。じゃあフリスペちょっと見てみようかな。ここで行動か、どこ行くんだ。あ、
チャットじゃないや、アコジャーナル。天才との共同研究？ああ、ゆりちゃんとのことね。うんうん。でもまあ、ゆりちゃんが誰かと仲良くしてるっていうのをまあね、誰か見ただけでも結構、おおってなるだろうね。このかくれんぼが割と謎よね。ぬいぐるみ、二人仲良く寄り添って。何年生の教室だろう。ここからは教室全体が広く見渡せる。それに隣には僕のお友達のぬいぐるみを寄り添ってくれていて、なんだか嬉しい。あ、でも、ぬいぐるみがもともと置いてある教室ってあったよね。あそこじゃないかな。多分。見つけたことでなんか得点があればいいんだけどな。何にもないのが残念かな。一回廊下行ってみましょう。ん？これはもう帰っていいってことかな。何も出てないな。じゃあ、さなえちゃんと一緒に。というか、出てるマーク、さなえちゃんのイベントが進むんじゃない？あ、そうだよね。どうしたの、さなえ、また難しい顔して。実は最近ラップバトルに興味を持った。それラップ好きみたいなこと言ってたっけ？ラップバトル、あー、なんか流行ってるやつね。意外。この間、ホームメイト家族。あー、ホームメイト家族がやってた。こんな感じ。ね、かっこいいでしょ。あー、ヒップホップ、通りでわからなかった。それで一度やってみたい。それにこの間トレーニングの話をした。心構えの特訓にはなるかと思って。お、四条姉妹も。ゆずたちとやってみよう。ちょうどひなちゃんもいることだし。ラップバトルすんの？ディスリアンスか？ひなちゃんバレエやってたんだし、リズム感とかあるでしょう。リフレクターには思いの力が必要だし、きっと役に立つ。そうかもしれないけど。困ってる時に助けてあげるのが本物の友達。やってみよう。つっても、よし！よし勝負だ！さなえちゃんとラップバトル！ひなこちゃん本当にいいの？ラップについてまだ何も知らない私は今勝負しても結果見えている。だから少し時間をちょうだい。準備ができたら知らせる。ああ、本番までサポートお願い。これで多分じゃあまた、さなえちゃんと仲良くなっていったら話が進んでいくのかな？ひなちゃん、ラップすることになるとはな。あ、でもこれでフラグメントニュースしようか。じゃあつけていこうか、早速。あ、間違えた、ミッションじゃないや。ステータス、フラグメント。どんなやつ？あ、これ？試合前の高揚感。確率で対象暗闇状態。暗闇状態か。じゃあ、そうだな。なるべく使用頻度の高い、フェンファイヤーにでもつけ、難しいな。難しいな。フェンファイヤーにつけるか。はい。ついでにちょっと成長させることもできるんで、1ポイントだけディフェンス入れとこうかな。はい、レベル43。ひなちゃんはじゃあちょっとこれもディフェンスに、バランス型ってことで。ゆずちゃんはそうだな、こう攻撃力をちょっと上げとこうか。よし、こんなんで。あ、そんでさなえちゃんと帰ろうっつうことよね。私頑張るね。もうさなえちゃんとすげえ仲良くなって、あ、帰れないのか。そっか。他の子はじゃあしほりちゃんと帰れるかな。いや、それじゃさらさちゃんと帰ろうかな。さらさちゃんって1の B 特待化ですよね。さらさちゃん一緒に帰ろうよ。
早く治るといいわね。うん、あ、帰れない帰れない、一人で帰れってことか。そっか、じゃあ一人で帰ろう。頑張ろう。よし、お風呂入ろう。もう全裸ばっかりだな。考え事を。てんてんてん、大丈夫、絶対。いや、真央さんとの決戦はもう近いと思いますよ。よし。全裸を堪能したところで上がりましょう。ナイス全裸ひなこちゃん。そして次の日、放課後。それじゃあ、オーディションを始めます。もうオーディションなんだ。今回の候補者は2名。白井ひなこさんと蜷川真央さん、うん。教室でやるんだ、ね。まずは白井さんからお願いします。頑張れ。はい。ひなちゃん、頑張って。ひなちゃんは、まあ、一応演技は。しっかりね。演技はどうなのかな、バレエで舞台には慣れてるとは言っても。演劇とはまただいぶ違うだろうから。ひなちゃん。王子。お。あなたは私を選んでくれなかった。めっちゃうまいじゃん。だから私は、もうすぐ魔法の代償で、海の泡になってしまう。それを避けるには、このナイフで、あなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を、私の足に塗りつけるしか。人魚姫グロいな。あなたが私を選んでくれなかったから。ひなちゃん普通にうまいのね。ダメ、できない。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺せない。さようなら、愛しい人。私は泡となって、すべての恋人たちを見守り続けましょう。うまいじゃん、間もいいじゃん。すごい。すごい、ひなちゃん、頑張った。なんか、本当に王子様がいるみたい。じゃあ次は蜷川さん。そうだよ、ただ真央さんはね、本物の女優ですよ。あんな偉そうな態度で、人魚姫の演技なんてできるのかな。魔女のおばあさんの方が向いてそうだよね。ディスるじゃん。し、始まるよ。さあ。は？どうしたのかな。蜷川さん。何？王子。お。あなたは私を選んでくれなかった。だから私は、もうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるには、このナイフであなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を私の足に塗りつけるしか。あなたが私を選んでくれなかったから。あ、さすがだな。でも真央さん、やっぱ舞台演技しっかりですね。何これ。私の演技と全然。内山由美さんの本気を。こんな役作り。見せてられてる。まあ、中の人ですけども。クラスのみんなが釘付けになってる。飲み込まれそうなくらい。レベルが違う。ゆず、どうしたの？なんか、え、息が苦しい。どういうこと？あ、え、みんな暴走。いやいやいや、これ、え、何の能力？ちょっと、みんな様子がおかしい。ひなちゃん、気をつけて。やっぱ真央さんすげえな。王子が誰のものになったのか。うわ、私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺さない。さようなら、愛しい人。私は泡となって
全ての恋人たちを見守り続けましょう。サイコパスお姉さんだよ。空間が歪んでいく。真央さん一人だけでフラグメント、この現象だよ。うわ、これで顧問へ。ここは感情が入り混じってる。互いに侵食し合って輪郭がぼやけてる感じ。全員を飲み込んだ感じなのかな。なんか息苦しいよ。さっきと同じ雰囲気。気のせいかな。体がふわふわしてるようにも思えるんだけど。ふわふわ、気のせいじゃないよ。真央ちゃんのフラグメントが強すぎてライムたちの心も侵食されてる。このまま行くと飲み込まれてあの子の精神の一部になっちゃうかも。原種より強いじゃん、真央さん一人。そうなる前にフラグメントを固定しないとね。今回失敗したら多分次はないよ。おお、真央ちゃんのフラグメントを探そう、ひなちゃん。いやー、でもこんな状態でフラグメント固定化できないでしょ。見つけて、あ、移動になるか。いやー、すごい場所ですよこれは。あー、おー、敵来てるね。よし、行っちゃおう。戦闘開始、始めよう。いやー、多分通常よりどうしよう、強い敵だと思うんですよね。そういや、習得したスキル、どれだっけ。これかな、エナジーキャプチャー、シャドウゲイン。まあでもグレープウェーブで一発かな。必殺のグレープウェーブ、おーし、楽勝だったね。ナイス。アイテムをひたすら取っていこう。まあ、これ避けていくか。ここは避けていって、おー来てる、ほい、はい、うーん、別の場所に移動。いやー、真央さんやべえな。やべえやつだな。どんな魔物がいるのかな。これね、おい、お、全部取ったかな。あそこ見て、集まってる。真央ちゃんのフラグメントはきっとあの先だね。行こう。まがまがしいんですよね。 あ、ちょっとゆずちゃん大丈夫、息苦しさが。ゆず、大丈夫。平気、ちょっとよろけただけだから。そんなにヤバいんだ、真央さん。時間がない、早くあいつらを倒して先に進もう。危険だね。早く終わらせよう。戦闘開始、頑張っていこう。よし、ここはもう一気に、はい、必殺のグレープウェーブ。あー、これでさらにフレッシュサジテルで、お願い、私に力を、あ、いや、もうちょいかな。クマさん、どうする。どうしようか。ヴェンファイア、アルバトロス、ベアリスパ、お願いね。はい、発射。さあ来い。なかなか、どうしよう、なかなかだな。でもあとストームで、いや、全体攻撃、あ、もう一発グレープウェーブいけるか。2発のグレープウェーブ、 MP がアップして打てるようになってるな。あ、これは強いわ。やったね、お疲れ。ハーレムエンドでございます。はい、ユリハーレムを築いたところで、コミックユリ姫みたいになったところで、続きいきましょう。ひなちゃん、
もう全部倒したよ。お、敵の気配はなくなってる。なんかいつもより消耗が激しい感じ。そうなんだ。それだけ真央ちゃんのフラグメントの影響が大きいんだよ。ここまで来ると特に集中しなくても力の源がわかる。あそこか。先に進もう。フラグメントを固定しなきゃ。大丈夫かな、うん、行こう。なんかまだ戦闘がありそうだぞ。見て、きっとあれが魔王のフラグメントだね。ひなちゃんお願い。わかった。こないだはただ混乱してるだけで、ちゃんと魔王の心に向き合えなかった。今度はどんなものが見えても絶対飲まれない。最後まで見届けてみせる。頑張れひなちゃん。裏切り者。なんだ。お父さんお母さん、なんであの子の秘密記者の人に話したの。絶対内緒って言ったのに。これでいいんだよ魔王。これで今度の主役はお前のものだ。ご両親に問題ありだった。よかったわね、まあ。また記者会見用の服を新調しないと。美容院の予約も入れておかなきゃね。お母さん。マオさんに悲しい過去が。マオのこと信じてたのに。信じてたからいろいろ相談したのに。裏切り者。マオなんて死んじゃえばいいんだ。世界は悪意で満ちているなあ魔王。魔王はお父さんとお母さん、うわ、どっちについてくる。ねっとり言ってくるな。もちろんお父さんだよな。何言ってるの。お母さんよね。こいつがいれば金に困ることはない。絶対俺が手に入れてやる。ああ。この子は魔王は金の卵を産む鶏、絶対に渡すものか。親失格だ。さあさあ、お父さんとお母さんどっちについてくる。恐ろしい。人の悪意は決してなくなることはない。そういえば蜷川さん、最近主役少ないわよね。何かあったのかな。知らないの。あの子の親、娘を売り込むためにヤクザみたいな連中を雇ってたって話。ネットのニュースに出てたけど本当なんだ。買収とか恐喝とかもやってたって聞いたけど。マジっぽいよ。警察沙汰になってスポンサーもつかなくなってるとかで、当の両親は離婚して、もう財産分与の裁判中って。ボロボロじゃん真央さん。結局お金の力で役を取ってただけなんだ。芸能人の知り合いができて自慢できるかと思ったけど。関わらない方がいいよね。関わらないようにしましょう。これはやむな。違う、私はただ演技が、演じることが好きだっただけで。関わらないようにしましょう。悪意こそが人の本質。人間は悪意の中で悪意をまき散らすことでしか生きていけない。善意で接しても裏切られるだけ。居場所が奪われていくだけ。いやー、だいぶ胸に響く。私は私のやり方で自分の世界を守る。悪意を全部飲み込む。悪意そのものになってあげる。そういう理由だったんだ。ダメだ、引き込まれる。悪意に心が塗りつぶされる。真っ黒に。マオの言う通りかも。あれ、人間なんてみんな自分だけが大事で
人のことなんかどうでもいいのか。ダークひなこちゃんになってる。千尋をいじめてた子たち、魔王に言われるがまま盗みをしてた子、盗撮をしていたリカと香織の先輩。確かに悪意がありすぎたな、周りに。そうだ、バレエをやってる時もひどいこと言われたっけ。うまくいってる時は良かったけど、大事なコンクールで失敗した途端めちゃくちゃに叩かれて、昨日まで応援してくれた人たちがコロッと手のひらを返してきて、あらあら、なんだか意識が遠くなってきた。まずい、真央さんに飲み込まれてる。いや、ね、悪意にみんな、まあ、寄り添ってしまったらそれはそれでもう楽なのかもしれないけど。あ、綺麗だった。背中に羽が生えてるみたいだった。え、なんであんなに高く飛べるの？誰かに支えてもらってるの？これ四条姉妹でしょ。でも私今日はジャンプ失敗しちゃって。全然気にならなかったよね。うん、ずっと見とれてたから分からなかった。なんか子供これからも頑張って、いっぱい素敵な演技を見せてね。そうだ、人間は悪意だけじゃない。だって私の中にはこんなに温かな思い出がある。確かに悪意は誰の中にも存在する。でもそれを消し去るだけの力が善意にはあるんだ。そのことは、おお、仲間たちがここでの星の宮での毎日も教えてくれた。エンディングみたいな流れだな。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える、一緒の時間が過ごせる。サナエ、昨日の俺に、みんなが行くとこならどこでも。千尋、確かに今日君と過ごした時間はとても興味深いものだった。そう、今までになく。ああ、そうか、これが楽しいという感情か。まあ、変わり者たちですけどね、本当にみんなとこう仲良くなっていきましたから。悪意だけではないんだ。悪意に逃げてたらダメだぞ。人の心はいろいろ、その中には確かに悪意もある。たくさんのフラグメントに触れてそのことはよく分かった。ひなちゃん成長したね。だからこそ悪意だけじゃなくて光があることも分かる。温かいみんなの思いがあるって分かるんだ。魔王、私はあなたの悪意を認めない。お、いやー、これでだからまあ戻ってきた。みんなは、あ、すやすや状態。なるほど、そういうことか。いきなりオーディションなんて言い始めた理由がやっとわかったわ。趣味が悪いわね、人の心に土足で踏み込んでくるなんて。フラグメントのことは理解してる。ええ、何度もフラグメントに接触したから顧問での記憶が流れてきたのかも。なるほど、指輪がなくても。そこについては言い訳する気はないよ。私は真央のことを理解したかったから。で、どうだった？理解できた？バカどもに振り回された私の思いは、あんな連中を野放しにしちゃいけないってよく分かったでしょ。確かに魔王が絶望する理由は分かる。人のことを信じられなくなる気持ちも、うん、でもみんながみんな悪意だけを持ってるわけじゃない。善意の方が強い人だっていっぱいいる。完璧な善人はいない。でも完全な悪人もいない。魔王の考え方は一方的すぎ。
だからみんなのことを信じろって。それこそ一方的すぎるでしょ。いやもうなかなか。善人が一人でもいたら100万の悪人を信じろって言うの？そうは言ってない。でも真央は自分の経験だけで他の人を全部疑えって言ってるよ。芸能界と学校じゃそこにいる人の性格も考え方も生き方だって全然違うかもしれないのに。同じよ、ね、誰も彼も言葉ではもう何言っても真央さんはね通じないと思うんだよね。私はそんなことないと思ってる。平行線ね。うん、平行線だね。だな。でどうするつもり？お互い相入れなくて歩み寄れなくて、で次に何をするの？わからないけど今のあなたを放ってはおけない。玉ねぎみたいになってるな。このまま真央がみんなを傷つけ続けるのを見過ごすつもりはないよ。へえ、ご苦労なことね。でも人の心配をする前に自分の心配をした方がいいんじゃない？私の中身を全て知ってしまったあなたにこのまま平穏な学校生活を送らせると思ってる？もうひなちゃんバーサス真央さん。あ、この揺れは何？このタイミングでまた来たか。まさか。間違いない。また真央さんのこのでっかいオーラに引き寄せられて来たな。厳守、あれこの前と同じやつかな。あーっぽいな。かっこいいやつ。おお。マジか、ここで厳守バトル。厳守、こんな時に。何あれ。真央さんは見るの初めてか。だいぶ特殊な立場だもんな。危ない。お、ひなちゃん大丈夫？守ってあげたんや。私は平気。真央は？なのよ一体。原種がいるのに動けてる。指輪もつけてないのに、うん、フラグメント単体の力、信じられない。真央さんは特殊なんだ。あいつ、いつもと感じが違う。いつもまあ原種とやり合うのはもう何回目かな。ひなちゃん、うん、白井、あなた、あんなの相手に一体どうする気なの？説明は後。ここは私たちに任せて、うん、真央は安全なところに隠れてて。かっこいいところ見せちゃうよ。あ、さあここから。そっか、ちょっとじゃあステータス成長1ポイント入ってる。そうだな、じゃあそれぞれ1ポイントずつ当てていくか。いやー負けられないなこの戦いも。HP アップ。はい、ライムちゃんは、ライムちゃんもじゃあ HP アップ。はい、ちょっとスキルを1個覚えましたね。よし、これでじゃあ行こうかな。サポーターの皆さんよろしくお願いします。あ、そっか、ゆりちゃんが増えたのか。マシンガン使うの？マシンガン？じゃあライムちゃんが攻撃系のサポーターがたくさんついてるんで、ここはそうね、ゆりちゃん入れていきましょうか。増えたなあ。でも空きがあと一つだけあるのか、サポーターの空きが。ってなるとって考えちゃうけど、まあどうなるんだろう、わかんない。はい、行きましょう。ユズ、ライム、行くよ。はい。いや、このゲームやっぱ原種と戦うのがね、面白いですからね。頑
まりましょう。みんな落ち着いて。マオさんの見ている前で負けるわけにはいかない。超ガードだろ。お、いきなり先制攻撃。え、めっちゃ暗い。あれ、ちょっと待って、また戻ってくるわ。嘘やん。やっぱり無理だよ。嘘だ。何これ。無理、ごめんなさい。なかなかしぶとそうね。一撃でやられてる。ひなちゃん嘘だろ。ちょっと待って待って。とりあえずあれ、生き返らせるのはライムちゃん、ライムちゃんかな。ちょっとじゃあ俊敏性をライムちゃんにやってっておいて。無理しないで。シソのベリー、ちょっとちょっと待って、やばすぎないか。まだまだ序盤。エーテルチャージもしておきたいんだけど、じゃあ自分にも俊敏性を上げていくって。本体の攻撃でこんなに食らったってことか。守りを固める。ジョダード、いやいや、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、これね、無茶しちまった。これ多分ですけど、一旦立て直す。多分負けバトルだわ。勝てない勝てない。こんな一時撤退だ。これはね、ライムさんはガードをされちゃった。倒せるレベルじゃないと思う。ちょっと一応速攻かけてみよう。3万でしょ。いや無理だよ無理だよ、これ無理なやつだよ。これで倒せっては無理ゲーすぎる。これ2000以上食らうわけでしょ。いや無理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 だよ。いや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 、初の敗北だよね。あ、いいんだよねいいんだよね。あ、よかった、イベント通り、よかった。倒せねえよこんなやつ。こんな、びっくりした。ひなちゃん一回下がろう。ダメージが大きすぎる、うん、強すぎるよこいつ。でも私たちが逃げ出したら格好がまた来る。え、おっ、え、何してんの。マオさん。お、え、人の縄張りで好き勝手してくれて。ここは私の学校よ。一体誰の許可を得て暴れ回ってるの。かっこいい。マオさん、なんかこの、伏せろ。え、敵がちょっと味方になる的な展開。熱いねこれ、熱いね。でダメージ与えてるし。人は愚かで身勝手で、そして弱い。マオさんすごすぎんだろ。だからこそ私が見守り導いていく必要がある。過ちは防ぎ、欲望は裁き、罪には応報する。綺麗なものも汚いものも全部まとめて受け入れると決めた。だからこの場所は壊させない。おお、私が全て守ってみせる。やっぱり最高な考え方だけど、その強さは凄まじいものがある。フラグメント、なんで。かっこいい。ひなちゃんの思いと共鳴している。なんですかこの展開。マオ、私はあなたの考えを認めるつもりはない。あなたがやったことは許せないし、理解できる気もしない。でも一つだけ、根本の部分に同じ思いがある気がする。私は私たちの居場所を守りたい。この世界を守っていきたい。なお、あなたは。聞くまでもないわ。私は私のクラスを、学校を、世界を守る。ダークヒーロー的でいいわ。ずっとそうしてきた。これからだって同じよ。マオさんここに来て一気に来たな。じゃあ原始を、あいつを倒すのを手伝ってくれる。
なるほど、こういう形で仲間になっていくわけか。あなたと一緒ね。あれ倒せるの？マオが力を貸してくれるなら、うん、いいわ、協力してあげる。おお。すごいな、うん、この感情の流れ、ものすごい力が二人の間に流れ込んでる。すごいパワーアップイベントだった。これライム、指輪を。あ、うん、モーさんに。ここでまた、なるほど、マオさん加入なわけだ。へえ、ドローンで爆撃だから、マシンガンとか爆撃とか恐ろしいな。マジか。じゃあちょっと空いているのがゆずちゃんチームなんで、ここにマオさん入れようか。いやー、最強キャラが仲間になったよ。これは勝てるよきっと。行こう。武器がパワーアップした。そういうことなんだ。マオちゃんの力でも、こんなマオさん、今までにない力を感じる。この力があれば原子を完全に倒せるかも。完全に、そっか、今まではね、一時的に倒したんだけど。二人とも行くよ。かっこいい。あ、オーバードライブ、武器が強化されたことによりオーバードライブの可能回数が増加。なるほど、リンクって何？オーバードライブを一度に3回使用するとオーバードライブの最後に強力技が発動。へー、3回、非常に強力な攻撃ですので、エーテルゲージを貯めてここぞという時に使っていきましょう。なるほど、熱いな。絶対に勝つ。戦闘開始。遠いな。え、何この静かな曲は。そうね、それじゃあ、どうするか。それこそ疾走のベリーをまた使っていくか。そうだな、いや、ここはもう攻撃行こうかな。グレープウェーブ必殺のサポーター来ないか。お、強っ。想像以上だ。いや、でもね、強い強い強い、全然強いよ。ミゼリコキャプコで攻撃力アップをライムちゃんに使っておきましょう。はい、お願い。いやー、ここはなかなか緊張感がありますね。今まで負けたことってなかったもんな。で、アルバトロスを、そうね、置いておこう。頼んだよ。はい、まだ戦いは始まったばかりよ、気をつけて。フェンファイヤー、いや、そうだな、ベイワビスパー、難しいな。単属性が、まあんまいまいちだよね。この単体にウィンドラゴの V 破壊をちょっと狙って。お、お、ユリちゃんが来た。クマさんもなんか凶暴な見た目になってんだな。強っ。これを使う。うわ、何してんのこの子。マシンガン持ってきた。本当にほぼ無傷かも。あ、これどんぐらい食らう？あ、150。うんうんうん、でもまあまあまあ、まあ、なかなか効かないね。そうだね、そうだね。でもね、いいと思うよ。よし、グレープウェーブ行こう。あ、
やばい、大丈夫か。あ、あれ第二フェーズか。ゆずちゃんがめっちゃ食らってんのか。そっか、じゃあゆずちゃんちょっと回復してあげよう。味方単体の、うんうん、あ、これいいかもな。はい、ゆずちゃん回復、今助けるよ。ゆずちゃん次来たら、あの、ありがとう、あれだよ。お、曲が燃えてきた。ん、オートダメージ、なんだ、かわいい。危ね危ね危ね、一応ガードしといたけど、だっ全然ない。よし、守りを固める。エーテルチャージ、そうだな、エーテル食べていきたいんだよな。この程度よ、その程度だ。あ、ライムちゃんが、ライムちゃんがやられてんのか。いや、これでも、うん、まずいな。スクリーンの下に待ってて、ライムちゃん回復。お、しほりちゃん絶対倒すよ。何かないかしら。あ、サラダちゃんも、みんなよろしく。活目なさい。いや、でも普通に強い敵だわ、やっぱり。うん、しんどい戦いになりそうだね。本当だね、ここは回復だな。うん、リジェネ、リジェネもいいんだけど、ちょっと今一気に回復しておかないとまずいと思うんだよね。でもリジェネしかないのか。大丈夫かな。はい、下で。お、お、ケイちゃん、あたいに任せな。カオリン、おりゃー、行くわよ。サポーターの皆さんよろしく。あ、マオさん出ねえな。マオさんなかなか、よっ、ナイス。これならどう。それいいね、みんな強いよ。いいよいいよ、ガード、ガード、もうすぐ壊れそう。よいしょ、防御してるけど大丈夫かな。ライムちゃんが心配。ガードでしたね。やっぱやられたか。まずいな、まずいな、これまずいな。何か、うんうんうん、ここでじゃあひなちゃんの素早さを上げておこう。いや、いや、あ、ちょっと待ってね。味方単体の HP 回復、はい、ひなちゃんを回復お願い。お、あ、マオさんも出てたな今。そう、はい、あ、マオさん、ね、ファイト、ファイト、いっちゃえ。マオさんも召喚したよ。はい、命令よ、命令。吹っ飛べ。何者なんだよ、爆撃を。私がやるわ。ちょっともうゆりちゃんとマオさんの世界観ぶっ飛びすぎてるな。すごいな、いい感じよ。さあ来い。でここで、ちょっと 回復、あ、戦闘不能ライムちゃん大丈夫。おっと、次は気をつける。ほらほら、気をつけて、頑張って。でもこの後に、ね、すぐに敵の攻撃が来るんですよ。これで大丈夫かな。守ってみせる、みんなを守って。ここは防御、まだまだ。あ、でも、あ、よかった、大したことないわね。ここでじゃあ、あ、エーテルチャージしたいけど味方の HP を、うん、タイムライン上、いや、うん、まあこれしかないな。今助けるからね。ホーリーパレス、そうなんだよね、オーバードライブいけるよね。ここで3回攻撃で一気に決めるっていう手もあるな。回復しつつ、いやでもエーテル、いやー難しいな。
どうすっかな。 MP 回復もしとかないとだし、MP ね、 MP 回復ね、そうだな。でも自分の HP も今ちょっとまずいから、よし、オーバードライブいっとこう。3回いっちゃうか。3回、リンクできるよ。リンク、まずはでも回復で自分回復 C の MP 回復をゆずちゃんアタックも1回しておいた方がいいかな。いや、ひなちゃん、ひなちゃんも MP 回復で、ラストにアタックを、じゃあ、あ、これででも1体は確実に倒せそうなんで、ちょっと全体攻撃、そうね、アイビスファング、これか。よし、一気にいくぞ。まずは回復だ。みんな元気になってくれ。どうかな。頼むよ。よし。おお。クマさんかっこいいぞ。頼むね。これで V 破壊が一つできると思うんですよね。弱体化これでできると思うんで。よし。ナイス。一緒に行かない？もう。うん。ゆりちゃんも来た。お、なに、すごい。くまさん、いける？みんなの技、なにこれ。え、これでいい？おぉ、1、初めて使う。3、かわ、強っ。強っ。めっちゃダメージいったな。任せてくれ。7000で、さらにマシングランティこれかなり削ったよ。あ、いや、でもまだまだだ。まずいまずいまずい、なんか来るぞ。うわっ、無理か。これで最終フェーズって感じかな。これ以上は。ここは防御かな。お、いいね、ミス受け止めるよ。まだまだ序盤。攻撃しておきたいな、攻めたいところなんだけど、 MP がなんだよね。でも活発なスパーカローでこっちのウィンドラゴをちょっと攻撃しておくっていうのがいいかも。あれよ、あ、破壊した。マジか、めっちゃ強くなってる。マオさんパワーで、あと少しで壊せるよ。ガード、そうだね、あと少し。オーバードライブ行きたいとこなんだけど、行けないんだよな。5000、5000か。行っとくか。フレッシュさせてる。破壊の一撃。攻めよう。このままもうゴリ押しで行けないかなってところなんだけど。壊せそう。いや、MP が、MP が全然ないのか。エーテルチャージ、はい、さあ来い。もう一回リンクを使えたらでかいと思うんですよね。防御できたね。防御できた、よかったよかった。そうだな、本体にスパークアローもいいかもな。スパークアロー行っとくか。本体に行くよ。はい、でかい、これはでかい。まだ戦いは序曲よ。序曲か、そうか。サポートミゼリコキャプコーをライムチ、いや、自身に使っ、いや、攻撃した方がいいか、うー、悩む。フレッシュサジテル、
そうだな。リミエル・カンセールをじゃあ行っとくか。これでも食らえ。これもでかいと思うんですよ、ダメージが4000。何かないかしら。いいよ。次のひなこちゃんの行動は相当後になっちゃうんだよ、ね、行くわよ。サポーターの皆さんありがとう。ちょっともう一回爆撃機呼べないかな。マオさん強いんだよな。守りを固める。頑張った。オーバードライブもいけそう感はあるんだけど、 MPMP だよな。ここはエーテルチャージしておいて、ゆずちゃんで一気に攻めるっていう手もあるな。エーテルチャージしとくか。ボンギョ、本当に勝てるの？大したことないよね。あ、ライムちゃんか。ライムちゃん、オーバードライブ、オーバードライブ3回。あ、いけるいける、3回いける。あ、いけないいけないか。そっか、足りない足りないのか。エーテルチャージだ。はい、さあここからが正念場だ。ここもチャージ貯めるよ。貯めてもリンクで一気に決めちゃおう。さあ来い。気をつけてね。全然平気。よし、うまくガードしたわね。いった。あ、ひなちゃんがちょっとまずいか。ここでオーバードライブ3回ですよ。よし、もうリンクできるよ。リンク決めます。さらにですね、属性無視のパンチ攻撃はどれだったかな。あ、属性ダメージ本体に、これいけんじゃないかな。もう、ドアフィスト。で、ラストにリンクと。あ、いや、まだいける、まだいける。もう一個。よし、お願い、ね、これで決まるぞ、おそらく。ライムちゃん決めちゃって。そう、いや、でも、思うように食らってないな。どうだ。あ、いや、でも、セリフと。どうだ、どうだ。このラッシュ。本気パンチ。みんなのために。よし、一緒に行こうよ。おおお、うん、みんな、クマさん、行ける？ゴーゴー、クマさん頑張って。みんなの力で、お願いね。1、2の3。強い。やった、すごいですね。いやー、リンク強いわ。お願いね。これなら跳ね返せる。ラスト頼みます。リフレクトカウンター。強い敵でしたね、本当に。マオさんいなかったら勝てなかったし。この決着演出がまたかっこいい。おお。いいね。ひなちゃん完全に飛んじゃってるな。おお、これで撃退ですよ。やった、完全に倒したのは初めてだよね。すごい、本当に殲滅できた。いやー、すごいすごい。私の力のおかげってところ。いや、でも本当そうだよ、マオさん。何よ、面白くなさそうな顔ね。私のことを気に入らないんだろうけど、礼くらい言ってくれてもいいんじゃない。あなた一人の力じゃない、ひなちゃんやみんなの協力があったからできたこと。あら、そう。
じゃあ次からは私が協力しなくてもいいのね。それは仲悪そうだな、ここ。二人ともやめて。せっかく原子を倒せたんだから喧嘩しないで。真央、ありがとう。あなたのおかげで学校を守れた。うん、お礼を言うよ。これからも一緒に戦ってくれる？どうしようかしら。その子が今までの暴言を謝ってくれたら考えてもいいけど。真央さんも真央さんだわ。冗談よ。そんな目で睨まないで。お互い今までのことを謝罪して仲良しこよしで共同戦線とか気味が悪いわ。ほう。学校を守るためには相入れない者同士割り切って協力するしかない。そういうことでしょ。いいわよ別にそれで。ただし。ただし。ただし。一つだけ条件がある。文化祭の演劇の主役、あなたがやりなさい。マジか。なんで？だってまだオーディションの結果は。あんなもの、私をこの戦いに引き入れるための理由付けみたいなもんでしょ。まあ実際そうでした。目的は果たしたからいいじゃない。というか本気で私を主役に据えるなら他の役も半端な演技じゃ許さないわよ。全員授業なんか手につかないくらいしごいてあげるけど、それでもいいの？みんなそこまでの覚悟があるようには見えないけど。マオ。というわけであとはよろしく。私は引き上げるわ。いいな。これ以上の慣れ合いは真っ平だし。マオさんのキャラ好きだわ。マオ。あくまでヒールってとこがいいわ。本当にいいの？あんなすごい演技、真剣に役と向き合わなきゃできないよ。本気で人魚姫をやるつもりで役作りしてたんでしょ。あ、そうなの？クラスのみんなも同じように感じてたと思う。なのに勝負の結果も聞かず降りちゃっていいわけ？私あんたのことが嫌いよ嫌い。本当虫唾が走るくらい。そのアマちゃんなところが勘に触る。みんなひなちゃん好き好きっていうメンバーたちの中にこういう子がいるとね。この指輪からあなたの心が流れ込んできて、気持ちが感じられて、こんな世界もあるんだって思った。温かくて柔らかくて穏やかで、そんな心から生まれる演技がどんなものかと思っただけよ。まあ技術面はお話にならないでしょうけど。まあせいぜい精進しなさい。本気であなたの世界を表現したいならちゃんと相手に伝わるようにすることね。なんか変わった子だね。変わった子しかいないね。ひなちゃん、よくあんな子のフラグメント固定できたね。本当だね。、うん、でももう一度やっても同じように分かり合える気がする。真央はもう一人の私なのかもしれない。あ、周りに救ってくれる人がいなかった場合の私。なるほどね。それでも世の中に絶望せず前に向かって進み続けてる私だったら同じようにできたのかな。今だって足が治る希望があるから頑張っていられるけど。何はともあれここまで来たね。原子も倒せるようになったし、うん、あと少しで世界が救えるよ。なんかいよいよ終盤入ってきたって感じしますね。仲間も全員揃ったわけだし。これであと3体か。あと3体。うん、というところで、今回はこの辺まで。か、そっか。いやー、真央さん編面白かった。かっこいいわー、もうヒールなキャラクター。でもなんかやっぱこう自分の世界っていうものをねすごいしっかり持ってるから、なんかねやっぱ悪い子なんだけど全然ね憎めない。
キャラとしてすげえ良かった真央さん、正直今までの中で一番好きなキャラになっちゃったかもな俺の中では。いやーいいですね。これでもブルーリフレクションいよいよ、原種倒せるようになったんで、クライマックスに向けてどんどん進んでいくっていう感じになるんじゃないでしょうか。物語が一体どうなっているのか楽しみですね。それでは今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。走るのさ